今日紹介する車は何でしょうか。大変お待たせしましたけど、スバルレヴォーグが完成しました。これずいぶん前から開発情報を出してると思うんですけど、ちなみにね、あの CG を出したのが多分去年の末なんですよ。こういうの作りますよって言って開発始めたんだけど、かなりフィッティングに正直こだわってます。まあ、クールのエアロもともとフィッティングにこだわって作らせていただいてるんですけど、ここのとこリリースさせていただいてるエアロに関してはさらにこだわってるので、そこに時間かかった。そこに時間がかかります。かけますね。だからまあ CG 出てから少しお時間かかっちゃったんですけど、その代わりパーフェクトなフィッティングのエアロが出来上がってるんで、っていうことで本日は久々クールレーシング名古屋店なんですけど、クールレーシング名古屋店に来ることもあるんですね。当たり前じゃないですか。あのね、はい、本社です。ここが本社なんですよね。本社です。はい、はい、もう最近だったら埼玉にしかいないのかと思ってたら名古屋にいることもあるんですね。土日はね、もうほとんど埼玉にいるケースが多いんですけど、たまには本社らしい仕事を僕もする時があるんで、たまに来てますから。で、今はまあ土日埼玉にいるんですけど、あの実はね、前回の動画かな、クールレーシング栃木オープンなんでね、今後は埼玉と栃木とちょっと行ったり来たりになるかなと。栃木にも店頭に行けますよ。あ、はい、ちなみに栃木はレーシング店になるんですか。そうなんですよ。クールレーシング栃木。そうですね、クールレーシング栃木っていう名前になるんですけど、スポーツカーとミニバン、ハイブリッドカー、まあオールジャンル扱うお店と、ラインナップはクールレーシング埼玉と同じですね。そしたらこのレヴォーグも栃木に並びますね。じゃあ前置きはさておき、早速エアロ見ていきましょうか。行きましょうか、はい、今回作ったエアロパーツは、グレード的には適合グレードって決まってるんですか。まあそうですね、 STI 以外は取れてると。じゃあまずフロントからいきましょうか。行きましょうか、はい、今回レヴォーグの後期用、はい、になります。前期後期があるんですよね、はい、ありますね。あの WRX と同じです。ちなみにあっちちらっと映しておいてもらえると、はい、青い方がまあ、D 型以降ですね。でこっちの白い方がまあ前期っていう形になるんで、ウインカーがねこっちはやっぱり後期の方はヘッドライトの中にウインカーが入りましたんで、はい、なるほど。レヴォーグも同じく、レヴォーグも同じくなんですね。だから前期だとここにウインカーが入ってるんですけど、ヘッドライト内にウインカーが収まってるっていう形でね。でバンパーのデザインも変わってるもんだから、ちなみに話めっちゃ飛びますけど、はい、前期用のフロントディフューザーも開発入ります、はい、だから WRX も前期後期両方リップスポイラーを用意してるんですけど、フロントディフューザーをね。レヴォーグも同じくラインナップします。で作ったパーツは、はい、まずグリルからいきますか。グリル今回こうグリル、はい、まず作らせていただいたんですけど、あのレヴォーグのグリルかなり大きいんですよね。実はね、ここのフィンですね、まあ、センターバーっていうのかな、これを2本入れた方がいいかなとかいろいろ考えたんですけど、はい、まあ、最終的にはシンプルな形状の1本もんで持ってきて、ただここのちょっとスペースが空きすぎると、はい、あのちょっとおかしいかなということで、一番下の面をかなりこう角度をつけてですね、はい、ここのネット部分は割と小さくデザインしてあるんですよ。で、今回これですね、追加で、はい、あのカメラ、フロントカメラの設定ありの車が結構多いんですよ。ということでこの部分ですね、この部分ね、はい、これ取れるんで、だからカメラなしの人はこの部分はないです。カメラありの方はこのカメラアダプターを別売りになりますけど買っていただけると。それは純正のカメラなんですか。純正のカメラなんですよ。だから純正のカメラがここに移植できますと。それカメラなしの人だとそこに穴が開いてるとかってことはない。ないです。ここはもうまっすぐの状態になるんで、まあ、今回はあの全面マットブラックで一旦塗ってあるんですけど、はい、まあ、ご要望によってはまあこの上の面だけパールにするとかね、ボディ色にするとか、まあそういう感じであのやってもらっても面白いかもしれないですね、はい、次は、はい、次行きましょうか、はい、次はフロントのディフューザーですね、これです、はい、これ純正バンパーの下に装着する形になります。でいつも通り強度は半端じゃないです半端じゃないです。まあこれもあのこちらのねサイドフィンがあるっていうのが、はい、まあ、クールのこのフロントディフューザーの特徴なんですけど、で、まあ、ここに立体感をこうね作って、下からつけるタイプは割とシンプルになるんですけど、まあ、横があることでちょっと立体感が出るよと。でちなみに純正バンパーから 15mm のダウン、これってまっすぐ前に出てるんですよね。まっすぐ前に出てます。下に下がってるわけではない、ね、そうですねっていう感じですね。そうですね、フロント周りはまあこういう感じで、でも割とシンプルですね、はい、でしょ。それなんか意図があったんですか。いや基本的にはあのクールなエアロシンプルなはずなんだけど、はい、なんかあのローダウンしてキャンバーがこんなになったりとか、はい、カスタムペイントするんですごい派手なイメージが持たれることあるかもしれないんですけど、実は意外にシンプルなんです。今回あんまりキャンバーもつけてないですもんね。
今回はねちょっと大人チックに仕上げてみたんですよ。へー、はい、リアに関してはローアームそれからトーアームも変えてあるんですけど、あ、そうなんですか、はい、あんまりキャンバーをつけてないんですね。でエアサスじゃなくブリッツさんの車高調でローダウンしている状態ですね。なるほど、じゃあデモカーですけど、はい、割とコンプリートカーに近い状態なんですね、はい、そうですね、うん、非常にイメージがつきやすいかなと。うーん、じゃあサイド行きましょうか。行きましょうか、はい、ということでサイドステップ、はい、はい、ですね、これですね。で今回サイドステップは純正のサイドステップの下につけるタイプにしてあります。じゃあ今回はなんで下からタイプにしたんですか。ちょっと新しいデザインに実はしてて、フローティングサイドディフューザーっていうね、はい、吊り下げ式のサイドディフューザーになってるんですよ。ぴったりくっついてるわけじゃないんですか。ぴったりくっついてないですね。ここに隙間があるんですよ実は。まあなぜこういう風にするかいうと、はい、純正サイドステップが、うん、まあ、割とちょっとかっこいい感じがしたんでね、はい、これを生かしてサイドステップの下に少しボリュームを足そうということで、前後にこうフィンをねこう立ててあるのと、はい、ちょっと横から見てもらえると、実はねサイドステップより今回サイドディフューザーがかなり長いんですよ。サイドステップより長い、あ、本当ですね。でしょ、前に10ミリぐらい、はい、後ろに20ミリぐらい実は長くしてて、あ、本当ですね。これは何のために。ちょっとどっしり感とかサイドに迫力を持たせたいんで。うーん、はい、洗うのはちょっと面倒くさいですよ。こっち来てもらえると、あ、ここは隙間になってるんですね、はい、そうですね、まずここの隙間洗いにくいんですよ。うーん、はい、で、はい、こっち来ていただけると、はい、まあ、こんだけ長く伸びてるの分かりますか。あ、本当ですね。で奥行きは実はここまであるんですよ、はい、はい、まあ、ここにちょっとゴミ溜まるかもしれないですけど、あ、はい、本当ですね。ただまあこうちょっと長くすることでね、よりちょっとホイールベースが長く見えるようになるから、うーん、こう車全体にどっしり感も出ていいんじゃないかなというね、はい、ホイールいきますか。ホイールいきましょうか、はい、これサイズはいくつ前後ですか。これはね今回ね19インチを入れてあります。19インチ、はい、そうですね。で前後 9J のリムを入れてるんですけど、はい、クールオリジナルのベルズ10本スポークのタイプで、シリーズ的には2番目に出したシリーズで02ですね。 KCV02 っていうネーミングですね。特徴はこの折れ曲がるコンケーブが。へー、これ 9J でしたっけ。 9J です。 9J でも結構折れ曲がってくるんですね。そうですね、これは 9J でもディープコンケーブの方なので、この角度がね急激につくタイプを、あの前後今回入れてあります。でミドルコンケーブの設定もあるので、はい、どちらかいい方を選んでいただくっていう形になりますね。なるほど、ミドルコンケーブだと落ち込みはそこまで激しくないってことですね。そうですね、その代わりあのリム幅がミドルコンケーブの方が稼げるので、今結構スポークとリムがギリギリというか。そうですね、あのミドルだとリム幅が同じインセットで6ミリほど伸びるので、またそれはそれで見た目はちょっと変わるんでね。なるほど、はい、いい方を選んでいただけると。で色はあのクリスタルグレーっていう色で、シャンパンゴールド系の色に見えるような感じもあるんですけど、クリアで色を乗せることによってアルミの素材が生きる、これもこだわりのカラーなんですよ。ちなみに、はい、逆側はこれはクリスタルブラックになります、うん、ちょっとガンメタに近いような色なんだけど、はい、これも同じようにちょっとアルミの素材が生きるような、ね、感じの色目になってるんですよ。なるほど、はいはい、次はリア周り行きましょうか。リア周り行きますか。見やすくするので反転しましょうか。ということでリア行きましょうか、はい、今回リアバンパーから交換になってます。あ、バンパーそうでしたね、はい、バンパー丸ごとですね。そうですね、はい、この部分がエアロになりますね、はい、でちょっと見てきていただきたいので、まずね、はい、あの造形の前にここの部分、はい、はい、さっきね開発時間かけてますよって話させてもらったんですけど、うん、ここのフィッティングの具合を見ていただけると、寸分たがわぬフィッティングでくっついてますからね、フィッティングってどういったとこ見たら、はい、分かるんですかね。ええ、まずねこのフェンダーとバンパーの段差があったりね、はい、例えばバンパーの方が出てるとか綺麗にこうなってないとかね、それからここのチリの隙間ですね、隙間、はい、ここがねもう少し開いたり、あるいは狭いすぎるところもあれば開いてるところもあったりみたいね、一定じゃないっていう、一定じゃない、そういうことが起きるんですけど、まあ、ご覧のようにチリ合わせ非常に時間かけてしっかりやってますから、物が大きくなればなるほど難しくなるってことですね。そうですね、やっぱバンパーの場合はこの純正のリテーナーにねこう差し込んでいったりとか、あのする形状が通常なのでね、で FRP ってちょっと素材がどうしても硬くなってしまうんですよ。だからその爪にかかりにくかったりとかね、はい、あのそういうことがするんだけど、クールの場合はちょっとねここの部分工夫しててこういうふうにピタッとフィッティングできるようにやってるんですよ。なるほど。で、まあ、ここね純正のプレスもう少し強調してる形になってますね。でこのリフレクターこれですね、はい、これあの純正を流用してるんですけど、純正ってもうちょっと下についてるんですよね、それを上の方に
持ってきてます。で全長の変更はもうほぼないです。このちょっとリブを立ててるんですけど、まあ、この部分がちょっと伸びてるぐらいの、ね、はい、で純正のコーナーセンサーをこういうふうに綺麗に移植できるように、で高さも純正と全く一緒ですね。この下の部分じゃなくて、はい、このバンパー自体の高さは純正と全く一緒と。でこの部分、この黒で塗り分けてある部分なんですけど、はい、この部分もバンパーになります。あ、それ一体型になってるんですね。一体型なんですよ。ちょっと形状がね複雑なんで分かりにくいですけど、はい、こう来てこっちちょっと中に入って、はい、でこういう形でねまた出てくると。だから上から見ていただけるとこのバンパー部分からこれ少し出てくる感じになるんですね。そうですね。で今回、まあ、マフラーこれあのクールオリジナルマフラーを今つけてあるんですけど、はい、これまだちょっと試作の段階なんですね。マフラーがねもうちょっと多分あと1センチから15ミリぐらい外にあの振ってくると思います。ちょっとセンターに寄っちゃってるんで、うん、でこの部分このセンターディフューザーですね、これ別体です、はい、でここのステーこれも別体になってます。斜めにこうステーが入るようにしてあるんですけど、はい、ほとんど見えなかったっていうね凝って作ったんだけどほとんど見えなかったっていう、はい、ステーもデザインしてるってことなんですね。当たり前じゃないですか3分割のこっち側がそうですね。これがあの両サイドの方につけるタイプで、まあ、ここからここにドッキングするようなイメージで作ってあるんですけど、うんうん、今回ねおそらくどのメーカーさんのマフラーも装着できると思います。このクールのエアロにここが分割してるんでこの空間にマフラーが収まるはずなんですね。結構ねレボーグだともうすでに車買われててマフラーもつけて見えるお客さん多いと思うし、はい、前期にも装着できるんでねマフラーは変えずにクールのエアロがつくことができると。それとは別にね純正マフラーに、ね、を残したまま出口だけこの116倍のダブルテールをねつけるマフラーカッターも開発しようと思ってますね。そうなんですね。まあ、最近あのマフラー純正でいいよっていう方は結構増えてきたので、ただまあ出口だけこの迫力のあるテールエンドに変えるっていう形になるんでマフラーカッターでもこう外振りのっていうかこういう感じのレイアウトにはなるんですかね。うん、これはねどこまでできるかちょっと作ってみないと分かんないんですけど、はい、なるべくデザイン上ね変化がないようにはしたいなというふうに思ってるんで完成を楽しみにしておいてくださいね。ということで今回もコンプリートカーが用意されてるんですね。そうですね。じゃあコンプリート内容、はい、いきましょうか。まず、新車をねカスタムしてご購入いただけるっていうのが、まあ、クールのコンプリートカー販売システムになってるんですけど、はい、このレボーグまずねコンプリート価格に含まれるパーツがまずエアロパーツグリル以外の4点セットです。フロントディフューザーでからサイドディフューザーでリアバンパーでリアの3分割のフローティングディフューザーこの4点セットになりますね。でグリルの方はオプションになりますから。それからねクールオリジナルの4本出しとマフラーですね。それからブリッツさんの車庫帳それからねアルミホイルがベルズ19インチはい。ただあのアルミホイルはワークさんとかレイズさんのホイールも選んでいただけますからね。それからナビもつきます。カロッツェリアの7インチが標準ですね。それからクールのオリジナルフロアマット、まあ、ここまでが入っておおよそオプションパーツが170万ぐらい。それでなんとなんとのコンプリート価格は409万円。409万円税込みですよ。おおよその割引額が57万円ほど、もうすでにお値引きはされてると。非常にお買い得に買っていただけるっていう形がクールのコンプリートカーの特徴ですね。ということでレボーグエアローコンプリートカー問い合わせ先は各店舗にご連絡いただく場合はクールレーシング名古屋店、このパールのデモカーがあります。それからクールレーシング埼玉店、今赤色のデモカーを制作中です。でクールレーシング栃木店11月の半ばにオープンしますけど、ここには何色が並ぶかは乞うご期待と。ということでねクールのねスバル車のコンプリートカーは今まではまあダブル RX のみだったんですけど、まあ、これでレボーグが加わりましたんでかなり選択肢も増えたんじゃないかと。まあ、でも非常にねあの荷室も広いし走りもいいし、ね、使い勝手もいい車ですよね。ということで本日はレボーグのご紹介でした。ありがとうございました。